どうもおはようからこんばんは、殿でござる。戦国無双真田丸、いやーいよいよ発売しましたね。実はねこれ撮り直しているんですよね。3話分ね撮ったんですけれども、まあ武将の声とか音が結構エコーが入ってまして、で私ねまあこの手の、まあ、光栄さんのゲームってまあ基本こう音声とかはライセンスを持っていて、あまりこうシェア機能で録画してもまあ音が取れてないっていうのがあるんですよね。まあ信長の野望とかはそうなんですけれども、なんでアンプを使って直接音を拾っていたんですが、どうやらエコーがまあかなり激しいようで、でその後ねまあちょっと物は試しにシェアボタンを押してみたら普通に音量入ってたんで、今回まあ3話分撮っているんですが、まあでかつもうすでに1話上げていますが、まあ今回撮り直しをして1話からやっていこうと思います。もったいないな、3時間ぐらいやったんだが非常にもったいない。だがまあきちっとした動画を上げていく、まあそれがこの私のやり方なんで、まあねこの、まあ、動画と残す限りはこの第1話からやっていこうと思います。なんか盛大にブーメラン飛ばしている気はするが、いや私は避けていきますよ。じゃあもう早速いきましょう、初めから。いやもう構わない、セーブデータとか構わない、設定完了、まあ、この辺はね、まあ、そのままでいきましょう。で戦国無双4のセーブデータがあるので、お金とあとは素材が10個手に入りました。まあ私もこの戦国無双まあ普通に1、2、3、4やっているんですけれども、まあどうだろうね、実況として上げていくのは肩慣らしにあった三国無双7 with 猛将伝、まあそちらをやってたんですけれども、まあ今回、まあ、戦国無双のシリーズで動画を上げるのは今回が初めてとなります。ね前回もこれ言ってるんですけれどもね、まあしょうがない。さてオープニングの場所はこれは大阪城、まあ、いわゆる大阪の陣から始まります。さあ真田の将兵が疲れ切っている、戦いはまだまだこれからですよ。これは真田丸かな、かなりボロボロですよね。さてそれを眺める2人の親子、終わる、もうかなり老齢になった徳川家康、そして息子で、もう現在は2代目将軍となっている徳川秀忠。まあ、2代目っていうよりかはね、なんかもうちょっとね無能っぽさを出してほしい。戦は得意じゃないからね。で右にいるのは確か茶々様、いわゆる淀殿、あとはくのいちとサスケ、まあサスケとあと茶々様は今回初登場というわけで、さあ月を眺めた雪村、そして場面は切り替わり過去に戻り、でこの彼が真田昌幸です。まあ、この当時もまだまだ若く初陣を控えている年頃。強調ですね。の勝頼様。何？武田信玄の四男で確か諏訪家に養子に入っていた気はするんですよね。まあこの辺はね、まあ2度目のプレイなんでサクサクと行かせてもらいましょう。まあ会話のシーンはね一応全部見ていくつもりでやっていくので、その辺もまあいろいろね、まあまた折り返し見て、まあ感じるものもあるでしょうね。何が強調だって、雨上がりの良い月ではないか。超イケメンですよね勝頼。君が後々武田家を率いて、で滅亡に、まあ、なっていくとはとても思えない。雲一つない聖夜、明け方にかけ大いに冷え込みましょう。正幸も随分まあクールなんですけれども、彼が後々表裏卑怯のものと呼ばれるようになるとはとても今の段階では思えないんですよね。まあ、それは勝頼も一緒ですね。風もない、このような時は霧が出やすくなります。雨の後であればなおさら。法天候を読んでいるか、さすがだ正幸。数日は同様でしょう、見通しが悪くなります。なんだろう、髪の色をこう黒と白で分けている感じがするか、まあ陰と陽っていう感じですよね。そのためにいらぬ犠牲が。はい、上杉との大戦、なお一層の用心が必要です。まあ時は1561年、第四次川中島控えていますからね。初陣を前に緊張しているかと思えば可愛げのないですか。君に可愛げがあったら逆に引くんだがね。全くだ、せっかく激励してやろうと思った私の心遣いが台無しだな。恐れ入ります、
だが食えないな。そこはやはり真田正幸だ。真田正幸、私が友として頼みとする男だ。もったいないお言葉です。できることなら私もお前と共に初陣を迎えたかったが。だが随分甲冑を着込んでやる気満々な感じはするが、まだまだ若いか。しかるべき戦が用意されましょう。そうだ、我慢するがいい勝頼。そうだな。武運を祈るぞ正幸。父上を頼む。承知しました。はは。この月、上杉にとっての今日にしてみせましょう。申し上げます。おう、どうした兵士よ。第一章、乱世。永禄四年秋、時は戦国。信濃の地をめぐって激しく争いを繰り返す。61年ならまだまだあの真田の兄弟は生まれてはいない頃だ。川中島で、まあ、正幸は何歳ぐらいだろうな。まあ82年ぐらいで35、6歳だから、まあそっから遡っていくから、まあそろそろ初陣からっていう年頃ですよね。もうそんな時から達観したようなクールさを持っている。さすがだ。後に徳川家康を最も恐れさせたとされる豪将も、今は一介の若武者に過ぎなかった。なるほどね。武器がね斧槍っていう感じなんですが、六文銭の旗がついていますよね。まあ六文銭っていうと真田家の家紋と思いますが、実はもう一個、まあ、メインがあるらしくて、後に、まあ、この六文銭の、まあ、サブの家紋みたいなのを使っていたらしいですね。行高親父のところだ。でここは真田の、まあ、本庄って言いますか、自分の町なんですよね。ここを、まあ、城下町いろいろ探索したりできるんですよ。おお、村人が逃げ惑っている。まあこの辺もね、過去の私の、まあ、1話目見た人は、まあ、この辺の流れは知っているかとは思いますが、まあ、改めてあげるのでこの辺もちゃんとやっていきますよ。ノーアニューウェイ。こうやって、六文銭が溜まっていって、合戦で次の一手という秘策を打てるようになるんですよね。この辺もね、バンバン使っていきますよ。あとは信綱、長男ですね。妻女さん、そこを我々が啄木鳥の戦法で攻撃するという、まあ、それが第4次川中島の戦い。あとは鍛冶屋いますね。ここで武器の強化をできるんですよ。お、あとは、お、矢沢のおじ上北条絶対殺すマン。彼がね、あの彼の北条家に対する勝率って異常ですもんね。あの北条に対して4000ぐらいの相手で500の騎兵で打って出て野戦でも勝てるぐらいですからね。あの矢沢永吉と矢沢二子と矢沢頼綱、あ、これがね、あの世界三大矢沢です。おじ上もだいぶ長生きしますもんね。すごいよね、あれだけ立ち回ってもう北条ボコボコにしてちゃんと寿命で死ぬっていうのは大変いい人生だと思うぞ。お、オブトラマサ。いや、真田のものはこう焦るものなどおりませぬ。あのごめん、知ってるから。で親父ですね。よう攻め団長ゆきたか。よきかな。でこの辺でこう話しているものの情報、まあこんな感じでゆきたかのプロフィール見れるんですよね。こういった用語集も見れる。すごいですよね。まあ結構勉強になりますよね。さあまず私の最初のミッション、海津城への物資輸送。もちろん引きますよ。試作品で、あのあらかじめ1万、お金1万持っているからね。さ
真田の里、まあ、これがねいわゆる探索マップ、まあ、ここでね輸送のミッションがあるわけです。後ろにいるんだよな高階ナイキがもうスタンバっているよ。さあ采配がどんどん溜まっていくようナイキはしゃぐなはしゃぐな、落ち着きがないな。ほら引いてるじゃねえか正幸。落ち着け落ち着け。とりあえず私は鍛冶屋に行って自分の武器を買わないといけない。これはあの武器も持っていないのに戦に出るというのは愚かだぞ。良い武器は良い鉄か良い品が入っております。でこれ武器購入、六門戦の旗。お目が高い。お目が高いってそれしかねえんだからしょうがねえだろ。さあ武器を入手。武器はねいろいろ経験値が、まあ、溜まっていくとどんどんグレードがアップして強化できるんですよね。さあ外に向かいましょう。では皆の衆行ってまいる。でここにね、あーちょっと待って、あの勝頼様アイテムが落ちているんだ。ここにねアイテムが落ちているんですよね。さあ拾っていくぞ。干からびた盾嫌だな、乾いてしわしわの盾。奥底にはまだ生命力が宿っている、まあ、いわゆる仙図ですね。よ兵士、怪しい女がいる。綾御前のことか。もうね怪しい女って言われて綾御前ってピンと来ているあたり正幸もなかなか思うところがある様子。どうした勝頼様。ふん、先ほど話したな。で外に行けばいいんですね。出陣するか。でそうすると真田の里、こちらに行けるようになります。ここがまあ探索マップ、まあいろいろね達成目標ありますがやっていきましょう。すでに勝ちは見えておる。まあ極力サクサクっと行かせてはもらいますが、身支度群馬もね初期で1匹持っているんで、1匹って言ったら1頭持っているんで装備。海津城に物資を輸送するため北の関まで2打を護衛する。わしもお供します。くせ者が出ても蹴散らしてやりましょうぞ。お頼もしいなナイキ。いやなナイキさん、あの真田の里ですよ、あの土地勘ないんですか。で確か素材があったような気がするがないか。いろいろね探索していると素材があちこち落ちているんですよね。こんな感じでこう青く光っているのが素材なんですよ。いろいろね漁師さんとか町人とかいますが、こうやってアイテムを収集していく、まあ、結構めんどくさいんで、まあ、この辺はね馬で、まあ、手っ取り早く回収していくんですが、まあこの辺でねどんどん素材を取って、あとはあの町の強化かな、いろいろ武器の強化、あとで武将にプレゼントなんてのもできるんで、その辺で活用できるんですよね。それはなんと、ほう防がれている、塞がれている。まあそこは一旦置いといて、私はまずは探索させていただこう。こういうのね、あの探索マップとかね私全部取りたくなるんですよね。お、これは木箱。ほう神々しい種、湿った毛皮、まあいろんなね素材があるんですよね。でここはねどんどんぶっ壊していく。で突破して通れるようになります。お早速敵がいる、盗賊頭。愚策である。さあぶった切っていこう。クラウガイ、いやこの辺の爽快さはねやっぱり戦国武将、この切った時のねこの音がね結構好きだったんですよ。まあこの辺はね戦国武将の時からあったんですけれどもね、まあその辺が三国武将と違うところだ気がしますね。
さあ、随分回転して死んだが、こんなものか。おや、ニダ兵が攻撃されている。もうかなりヒットポイントが危ない。私はどうやらかなり出ていたようだ。まあ、三国武将ならね、昔だったら出過ぎだ、自重しろって言われるんですけどね。おお、ナイキ頼むぞ。そうか、とりあえず二打兵はナイキさんが運んでくれるとしまして、私はね、どんどん先に進んでいきましょう。アイテムも忘れず回収、お金も回収。こうやってどんどん探索していくとマップが広がっていくんですよね。こっち側は何かあったっけな、もうないか。お、来たか、ナイキ。似合っているぞ。いいな。あの似合っているぞっていう冗談を華麗にスルーするナイキ。さすがずぶとい神経をお持ちの様子。無策である。というわけで我々は別の道を探るということになります。ここを壊せれるんですよね。隠された道、怪しいな。そして素材も取っていく。なんだと。ほう、忍びか。おう、町人大丈夫か。なんか町人が進んで前に出ている気がする。なんて勇ましい町人なんだ。あとで取り立ててやろう。もしかしたら堀田作兵かもしれない。さあ、武装も決めていこう。いや、何度何度。さあ、流言を流してくれ。いや、追撃はかけていくよ。あとは素材とアイテムも忘れずに回収。こういうのね、まめにやっちゃうんですよね。いや、皆さんもどうです、こういう探索があったらこう好きに細かく一つ一つも漏らさずやっていきたいですよね。モンハンの最初とか、まあそんな感じですよね。こっちは通れない。素晴らしい。いや、何の何の。村人が、まあ、町人が流言を流したんで敵が消えました。素晴らしいぞ、よくやった。で、今のうちにこうやってね、素材をできるだけ多めに取っておこう。まあ、またね、探索で戻ることはできるんで、まあ、その辺はね、まあ、おいおい実況外でやっていこうとは思いますが、クスタヤシヤシロは今は行けない。土屋さんが待っている。もう見逃さないですよ。愚策である。ふん、どうやら忍びと合流する様子だが、私が倒したぞ。あとはここを突破すればいいだけのこと。さあ、どきたまえ。真田正幸押しとるぞ。特にまあ武将、敵武将が出るわけでもないので、この辺の雑魚武将はパパッと倒していく。だが一撃をもらう、やるではないか。ふむ、あれはなんだ。あ、普通の兵士ね。上すぎって書いてあるから武将だと思ったじゃないか。よし、あとは北に向かうだけ。お、逃げるか。あ、どうした、あ、どうした。逃がしませんぞ。さあ、ナイキついてこい。とはいえ、まあね、探索は続けていきますが、この辺ね、なんか二段ジャンプで登るようなところがあったりするんですよね。まあいいや、とりあえずは先に進んでいこう。もう大体場所覚えているからね。逃しませんぞ。お、土屋さん。そうか。
で素材を回収して、で土屋さんと合流。正幸、物資の輸送ご苦労だったな。いやいや、馬の目からすまんだ。どっか心配だったな。心配をかけたようですまなかったな。お互いこう同僚なのか、普通に下の名前で呼び合っていますね。任された。大丈夫だとは思うが、帰りも気をつけろよ。よし、達成。てってん。さあ、ホラガイ月中。まあなんかね、ホラガイ収集家なんてのもいるらしいんですよね。まだ私はね、まあ今の段階では出会ってはいないんですが、とりあえず素材もいろいろゲッチュ。さて、では本庄に戻りましょう。これで親父に報告すればいいわけです。で、こうやってロード画面にもね、こうやってまあ紹介が出るわけですよ。なかなかこういうのをじっくりまあ読んでいると、なかなか勉強になるんですよね。まあ動画の方はね、まあ一時停止するなりして読んでみてください。お、いよいよ川中島の前っていう感じがするな。お、信綱は話すと六文銭がたまる。まあこの辺は会話してもまああんまり変わらないんですけれどもね。泣きそうになっている。な、情けないな。いや、わからんわからん。いや、全然イメージわかんから。そうそう、みんな戦いには集中しろよ。どうした足軽。まあくれるんだろ。くれるんだろ。いや、すまんねえ足軽、後で取り立ててやる。やりました。調子に乗るなよ足軽。よーし、アイテムゲッチュゲッチュゲッチュ。助かった。で、鍛冶屋に行けば強化ができるわけです。良い品が入っております。これで今スロットが2つ空いているんで、これで素材を使って攻撃力、あとはいろいろね、上げることができます。まずはね、攻撃力強化。良い出来です。攻撃範囲はね、今あんまりいらないんですよね。まあ1個だけ使っておいて、残りは全部攻撃力に振っていく。良い出来です。お、こっちも1個いける。今99。あ、すごいいるな。良い出来です。ご武運を。よし、これで武器を強化。俺は正幸様。お、あまりさんか。どうもどうも。ですよね、こう子供が生まれたら信繁とか、あ、そんな名前をつけたいな。もうね、フラグを立てていくという。おー、ナイキー、どうした。準備は万全だ。なんかね、もうかなり浮いているぞ。まあ、ジャンプしているだけに浮いてはいるが、落ち着きのないやつだ。もう馬場信房。そうだな、山本勘助ならね、間違いない。良きかな。あと他には、まあ、まずは親父への報告かな。見事。いや、あんまり苦労はしませんでしたよ。まあ、多分ナイキは大変だったかもしれんがね。お、高坂正信。よーし、六文銭がたまった。これで1回使えるわけです。で、高坂さん、こんにちは。そうか。なるほど、素晴らしい作戦だ。これならば絶対に勝てる。見事な策だ。さあ、長期合戦、川中島の戦いやっていきましょう。まあ、長期合戦というのは、まあ、何個か、まあ、ミッションが、まあ、戦場があって、それを繰り返しやっていくんですよね。おや、奥にキラキラ光るものが見えるぞ。
まあ、その辺は町が拡大していけば取れるんで、まあ、今は放っておきましょう。了解した高坂殿、私が先導いたしましょう。全軍の夜会視界を確保、ここはね一手を使うといけるんですよね。あとは信玄を行きたかで護衛、なるほど、まあいろいろ一手が使えるわけですね。でこの間もね城下町探索したりいろいろできるんですが、まあ普通に西条さん突破戦やっていきましょう。使えるキャラクターは今は正幸しかいません。すでに価値は見えておる。あとは村上義樹を無双奥義で撃破で柿崎を撃破、これで次の戦いの次の戦いの次の一手、これがね確か解除されるはず。あとは武田信玄のヒットポイントもいろいろあるんですね。さあサクサクとやっていきましょう。夜明けまでに西条さんを攻め落とし剣心を八幡原に誘い出すので、この戦場は、まあ、時間の概念があるんでこう暗かったりすると視界が見えなくなるんですよね。で戦国無双と言いますと境界エリアありますよね。で旗持ち兵を倒せばそれが解除される。で夜の間はそういった、強化ゾーンというのがなくなるんですよね。若夜は周囲の状況が見えぬなど昼間の戦とは勝手が違いますぞ。偵察兵どこへ行く。ふん、もう倒したわ。でこの爪将が砂を倒していこう。偵察兵だな、砦に我らのことを知らされては困る。おや、敵がわんさかいるではないか。これは楽しそうだ。よし、やったか。戦の終わりには定められた時刻というのがございますぞ。あんまりのんびりはしていられないというわけですね。時を逸しては大事をなせぬ。戦の潮目を読み誤らぬようにせねばな。そういうことです。まあ早々と行きましょう。我ら別動隊が攻撃、そうすれば敵は必ず山を下る。今までならこう制限時間っていう概念ぐらいしかなかったんですが、今回はこういった感じで昼と夜があるんですよね。それが軍師山本勘助様が建てられたこたびの策だ。素晴らしい策だ。なるほど、それでキツツキ戦法。そういうことだぞ。そういうことだ。ナイキもう阻止したぞ。偵察兵がいるな。お父さん恐れおののいているか。いささか脆すぎ。これは親方様が危う。急ぎ本陣に戻るぞ。勝利条件変更。さあどんどん進んでいきますよ。で野州隊長っていうのが出てくるんですよね。それをね全部倒せって言うんですよ。1回目やった時は確かできなかったはず。ここで次の一手、視界を確保、これをやれば、まあ、どこにいるか、この5分の0ですよね。これがどこにいるかが分かるんですよね。を受ければ後続の進軍が。次の一手は L3 押し込みで発動ができる。でこう次の一手、さあこれで視界が確保。全軍に通達、警戒を厳にせよ。これでお味方の進軍も速やかに行えますな。とはいえ野州隊長の、まあ、敵の場所まではわからんか。それでは間に合わない。この辺とかいそうな気はするが、お、野州隊長派遣。まあ、時間制限があるんでサクサクと行きましょう。どうかな、今回5人全員見つけられるかな。
そうこうしているうちに夜が明けてしまうということがあるんですよね。あ、いたいた。さすがに後ろにはいないと思うか。ちょっと敵がひしめきすぎですよ。多分こっちはいないよな。普通に敵がいるだけか。お、詰所か。村上良樹を、そして須田を撃破。我らの追撃を見越して兵を残していたか。やはり剣心が先に山を降りている。侮れんな剣心、さすが軍神だ。だが私とて表裏卑怯の者と呼ばれた男を、どんな手を使ってでもこの戦勝ちに行くぞ。敵の士気はますます盛るや。本州に行くことも難しくなりましょう。ならばこの覚醒を使っていこう。恨みはないが、武田に信濃を追われた屈辱忘れはせぬ。すでに寄せる。さあ食らうがいい。怒りに任せて策もなしに攻め寄せる。だからお前は敗れる。さあまずは村上を撃破。敵将を撃ち取って。どうだろうね、結構ねゲーム音ちょっと小さめに設定してしまったんで、ちょっと音がね、ゲーム音があんまり爽快感がないかなって思うかもしれないな。お、野獣隊長発見。もうちょっとで夜が明けてしまうんですよね。さっさと津田を倒していこう。よーし、だって安い。まあさすがにあの2回目ですかね。あともう1体いるんですよね。この辺はいないか。できれば夜が明ける前に発見したいところだが、あ、いたいた。よし、達成。今回は達成できた。素晴らしい。おっと、味方がかなり危ない。ならば助けに行こう。完全に裏をかかれた。だが親方様はやらせん。そうだ、今私が向かっているぞ。この辺はね、次の一手使うつもりはない。これで引き続き部隊は安心して進軍できよう。とう。さあ私が来たぞ。進行の読みは正確。ここで待ち伏せして当たりだった。さあ朝になった。今回はね結構順調。前はねここに来る前に朝になってしまったんですよね。さあ信頼の甘かす影持ち倒していこう。よし。あ、なんかこう夜明けっていう感じがする。2回目だからね、その辺こうじっくり見ることはできる。さあ次は綾御前か、それとも本庄重長か。天心の至福の時、邪魔はさせません。いや、邪魔をさせてもらいましょう。綾御前撃破、了解した。上杉軍の猛攻に苦戦。勘助大丈夫か。防戦一方、親方様の救援に向かうことできず。ならば私が向かうしかあるまい。だがその前に本庄重長倒させてもらいましょう。早すぎ。ではさらばだ。よし、これであとは綾御前を倒して、で信玄のともとに、おや、いや親方様のもとに近づけばいいんですね。親方様が危のうございます。お急ぎくだされ。了解した。さっきは体力半分以上残した状態でいけたんですけれども、ならば覚醒で一気に攻撃を加えていこう。おや、信玄様が苦戦している。あいにく戦を楽しむ風流はない。武水は承知。押して
組む、急いだ方が良さそうだ。でしょう、打ち取って。よし、安田も倒した。良い覚悟を持っているようです。許しましょう。さあ殿、助けに来ましたよ。さてこれでどうなるかな。野州部隊は倒したんですけれども、今回信玄さんのヒットポイント多分半分来ていると思うんですよね。来たか、宿敵。おお、よく本陣の場所が分かったな。あの軍配で受け止めれると思わないですよね、この七死闘だったっけな。お、素早い動きだが軍配が取られてしまった。ダイナマイトか。かっこいいけれどもちょっと姑息だったよ。さらばだ宿敵。はい、ポンポンとお返ししますよ。お楽しみのところ申し訳ございません。なんの良い趣向じゃったよ。いや、信玄さんもね、前の声優の郷里大輔さんが亡くなったのか、まあ残念ですが、まあ、お茶目なキャラは相変わらずな様子。でこれでいわゆる、まあ、川中島の戦いが終わったわけではないんですよね。まだこの先、まあ、2つぐらいマップがあって、それを達成することで、あの第4次川中島が終了するんですよね。ほう、まあ、前回よりはね、前回 B だったんですが、まあ今回は A 評価をいただきました。あれ、柿崎は倒したような気がするが、どういうことだ。でこの辺はね、あの装飾品、これは装備をすればこの辺の能力が上がっていくんですよね。ですね、ここから海津城に引かないといけないんですよね。そこを上杉軍が猛追撃仕掛けてくるんですよね。おお、岩薬か。これはね、十字キーで選択して十字キーの下で使うと、そのアイテムを使用することができます。ふむ、体力の岩薬美を2つ入手。柿崎倒したっけな。これやると、あの上杉謙信のあの進軍を妨害してくれる武将が登場するんですよね。ですが、まあこれは八幡原の戦いは次にしましょう。では今回はここまで。きちっと取り直したつもりですが、まあどうだったかは、まあ、編集してみないとわからんが、まあまあ次はね、またどんどん上げていこうとは思いますが、おそらくはまあ週末に上げていくことになるかな。その後は毎週木曜日の更新予定でございます。ではこれまでのご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。